この番組は業界歴が浅い新米ディレクターが東袋を使ってやりたい企画を演出する番組です。さらば青春の光を東袋とデビュー作本番いきます。5秒前4、3、2。さあ始まりました、さらば青春の光の東袋とデビュー作、 MC の東袋です。お願いします。さあこの番組は新米ディレクターが僕を使った企画で番組を作ろうという番組でございます。はい、さあ早速ゲストの方をお呼びしましょう。こちらの方です、お願いします。よいしょ。はい、森田さんです。はい、いやいや今回もありがとうございます。あれ、はい、先週あんな意気揚々とオープニングトークやってはい、はい、今週なしでいいんですか。もう早速呼びますよ。もう玉切れですか、オープニングトークしていきます、はい、あ、そうなんすね。もちろんもう、そこで稼いでもっていうところもありますから、ね、でどうせゲスト呼ぶんでしょっていうのもあるからね、うんうん、森田なんでしょっていうのもあるから、うん、ほんまにもうここはもう毎回一緒のことしてるから。いつまでゲストなんこれ、はい、ね、僕の番組ですから、ね、俺、はいね、俺以外に全部 NG 出されてんのかお前なあ。え、もう出たくないですか、うん、いやいや、まあまあどうそれなんだかんだ楽しんでくれてるでしょ。なんだかんだわけやりながら、まあ、出ろと言われれば出ますけども、いやいや、はい、お願いしますよそこはね、はい、さあ今回も新人 D がサクッといこうとするな、はい、来ていただいてるみたいなんですけど、ちょっと何か毛色が違うかなと、うん、今までとは、はい、という感じなんですね、うんうん、はい、では早速お呼びしましょう、はい、こちらの方です、お願いします。はい、いや早いな、はい、早口なのよ、なんか、はい、お願いします。はい、早口すぎんのよね、はい、お願いします、はい、では自己紹介お願いします。はじめまして、今回の企画を担当させていただきます、はい、ディレクターなんですけれども、はい、なんですけれどもなんですけれども、ちょっと紆余曲折ございまして、私のパーソナリティの部分をお伝えすることがちょっとできないということで。パーソナリティの部分がお伝えできない。早口、はい、ちょっと早口2人は俺無理よ。全然俺は聞き取れてるよ、全然聞き取れてるよ、お前聞き取れてんの。パーソナルの部分をお伝えできないと言ってます。お名前もダメと言ってます。そうなんです。え、どういうこと。制作会社の方で広報をさせていただいておりまして、広報されてるね、広報してるんですけども、はい、今回そのさらばさんのお二人に提出する企画がゲスすぎるということで、ちょっと管理部の方から、はい、あなたが作ったやつが、そうで、管理部の方から顔出しと名前の実名提案、うんうん、NG を送られてしまいました。え、上からあかんと言われた。でもそれぐらいちょっと刺激的な企画ではあると。でも あなたが作ったのがゲスすぎて、うん、あなたがそれを背負って出ると、うん、ちょっと良くないっていう。だから会社のディレクターじゃない、うん、ないよね、候補の方、ね、そうなん。でも加藤が作ったこととかにしたらいいんじゃない。まあ散々ゲスとしたからな、もうね、あんな電話持ってくる女やね。ハンマーしましたからね。弊社の人たちからすれば、うん、その広報だから、うん、はいはいはい、まあそうか、対外的なところもあるし、名前が出ちゃうと、うんうん、え、もう顔はどうする。出てるやん、だって顔はこの時代の素顔やで、もうこれって、うん、まあマスクが定番だったからね、うん、そうです、マスクをした状態での出演を、うん、なら OK ってことですか。 OK です。おお、じゃあもうお名前は何とお呼びしていいかもわからないですか、こっちとしては。そうなんですよ、なんて言ったらいいんですか、はい、なので今回ですね、まあ、私のそのパーソナルな部分、うん、めっちゃ動きますね、すごいね、あなたその、うん、MC ぐらいちゃんとしてるな。ちゃんと喋るな。すみません、まあ、その私のパーソナルな、例えば質問していただいて、それをお答えするので、うん、まあ、2人に勘案していただいて、私の名前を決めていただきたいという。名前を決めるとか、うっすら上からやな、おい。ごめんなさい。まあでもな、まあ、便宜上何かは呼ばなあかんから。キャバクラ行ってこれって嫌やもん。決めてくれと、呼び方決めてくれと。うっすら上から。まあ確かにヒントがないとなかなかあれですから。もう何年目ですか。今映像に携わってからだと3年目とかになるんですかね。はい、3年目。はい、なんかそのきっかけあったんですか。うん、元彼です。はっきりと。なんかすごいね、なんかちょっと袋これはこれ、ね、結構喋ったな。いやいや、いろいろ聞きたいことがある。あけすけに言ってくれそうや、はい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 、元彼が何、うん、元彼が制作会社をやってまして、うん、でその元彼の、まあ、ペットみたいな生活をしてたんですけど。ペット怖いな。それは何、その制作会社の社長さんやったと。そうです、そうです。おお、はい、結構年離れてるでしょ。そうです、22歳。22歳差で、はい、で付き合ってて、でじゃあお前もここで働けようになったの。なんか俺がお前に渡せるものは、うん、なんか金じゃなくて、うん、なんか技術だと、はい、技術、職を与えるだった。職を与えてやろうということで、なんか隣でそのいろいろパソコンいじってるのを見させていただいて、うん、自分で。それ何、今制作会社に勤めてるんでしょ。そうです、うん、で
それは別の制作会社の人ってこと？そうです。あ、別です。この会社の社長ではないよね。ないです。それくれぐらいも言っといた方がいいよ。絶対にこの会社のこの制作会社の社長ではない。でテレビ大阪の社長でもないよ。絶対それは言っといた方がいいよ。それはほんまに。はいはい。でそこからまあ働くことになって、だから本来別にじゃあやりたかったとかいうわけではないってことですか、こういう仕事、うん、あ、でもやりたかったんですよ、うん、興味はあったの。 D はやりたくなかったです。お、何がやりたかった？エディターデザイナー。エディター、デザイナーさんになるんですね。おうおう、あ、番組とかのデザインを担当する人になりたかった、うん、はいはい、でその技術をいただいたの、はい、社長から、はい、すごいね。ちなみに何ていう制作会社それ？なんだそこは。それじゃあこっちご家庭それ言うたらもう名前言うよな、うん、なんて呼ぶかよね。そうなんですよ。でもね、うん、僕一回お昼ご飯一緒に食べに行ったことあるんですけど、うん、それもないやん。なんてそれもないやん。打ち合わせをした後に、それ入れてたん、打ち合わせをしたんですけど、はいはい、その時に言ってたのが、うん、すごい恋愛が、うん、お得意というか、あ、モテる、モテるってことですよ。まあ、モテるんでしょうね、うんうんうん、なんか分からんでもないけどね、うん、なんかテクニックがあるってことですか？ないです、あんまり。もう自然に寄ってくる、いや、そういうわけでもないんですけど、うんうんうん、でもモテはすんねや多分。え、あ、そうなんですね。言ったらまあ、はいはいはい、男の人、例えば森下さん袋を見て、うん、その、うん、あ、この人モテるなとか、うん、そういうのが分かるんだよね、うん、ちょっと調べただけで、うん、そうですね。あ、俺らとか見て、そうですね、うん、モテるっていうの分かる、うん、もうお二人を対象にしてジャッジするっていうのはもうおこがましいじゃないですか、うん、なので一般人の方であれば、うん、多分なんとなんか、いやいや、それもそれで失礼や、うん、あんまりさ、その一般人が一般人って言うなよ。そうですね、それもあんまり失礼。何が一般人なんか、なんかな、一般のエロ読んなよ。余計あかんわ、余計に。いや、でも言ってくださいよ、うん、そのうん、あなたから見て、うん、私の印象ですか、でもすごい真面目な方だと、はい、思うので、はいはい、分かる、うんうんうん、モテるかモテないかというと、うん、モテるんじゃないですか。あ、もちろん正解、モテそうだと。正解です。そんなエピソードあるかな、はいはい、うん、私は、うん、どうですか、東袋さんも絶対モテると思います。なぜなんですか、どういうところが。え、この多分柔らかさ、うん、懐にこう踏み込みやすいような柔らかさをすごく感じるので、うん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 、あなた的にはどうですか。モテると思います。いや、踏み込みます。踏み込みます。違う、あ、そう、マジでキャバクラや。そうよ。キャバクラやん、ただの。俺もなんか延期になって。そうやな。なんか思ってもない。モテると思いますとか言って。不思議よね、ちょっとね。おお、呼び方をなまずよね。一度もまあ指摘され聞かれてないですけど、あのね、どこでしたっけ、お父さんとお母さんが。お母さんがスペイン人で、はい、お父さんが日本人。あ、そうなの。ハーフの方なんや。はい、スペインの方。お母さんがスペイン人。そうです。え、日本にはずっといたんですか。うん、そうですね、うん、幼少期から日本にはいたので、ほとんど記憶はないです、うんうん、あ、もう喋りもできないし。え、なんかどっかで出役みたいなやってたんですか。いや、全然。それでこんだけカメラ向けられて喋れてんの。おい。なんかみんなもう虜やな。すごいよね。お前らやめんなよ。いや、ちょっと毛色が違いすぎるからな。毛色が違いすぎるから。東京にいたんでしょ、うん、そうですね、ほとんど東京に。ああ、だからもういろいろ。ご出身も東京。だ、人生経験を積んできて、とちょっとやそっとのことじゃ動じないってことですね、多分ね。うん、そうですね、うん、じゃないとテレビ出てさ、こんなボタン2個も開けへんで、こんな。本当だ、うん、本当だ。またいいよね、そういうところもね。いやいや、興味がすごいあります、うん、恥ずかしい。興味がすごいある。いや、もう企画とかやらんでええんちゃう。あら、どうします。え、1個あります。お酒を入れてとか。いや、でもどう呼ぼうか、うん、そうやね、うん、趣味とかあるんですか。趣味はゲームね、あ、ゲームとかが好きなの。ゲームですね。ちなみに経験人数みたいなの聞いていいんですか。そんな聞く。経験人数は私は彼氏としかやったことがないので、歴代の彼氏だけになっちゃうんですけど、歴代何人ぐらいとお付き合いしたんですか。4人ですね。4人か。ボタン全然閉まらへん。全然閉まらないです。誰か閉めてほしい。ええか、ええか、閉めて。ええんか、ほんまにええんか。おい、急に毛色違いすぎやろこの番組。ごめんな、もう、おい、なんか再生数取られへんからってお色気があったみたいに思われるやんけ。おい、うわ、やばい、マジでいいの。何がや、ちょちょ、何これ。いや、閉めボタン閉めるだけやな。開けるんだよ。開けんのちゃうねんから、閉めんねんから。閉めるだけや。いや、開けるやん。開けへんやん。開けるやん。そんなわけないやん。
え何言うてんの。いや、いや閉まらへんから、それ自分で閉まるし、それ置いたら閉まるんじゃないの、それ閉めるって、うん、閉めてって言われて開けるっていうのが、うん、そのフリというあれなんですよ、うん、そういうのあるんですよ。いやまあ一応ね、そのキャバクラではね、キャバクラじゃないしな、あ一個閉まったやん、閉まったやん、あら閉まったんや、閉まったら開けなあかんで、それマジずっとキャバクラやねんけど、これマジでおいやったー、楽しいな、マジキモかいやねこれ、なんなんこれ、何してんのこれ、いやいや不思議やのよ、まあ不思議やな、どうしよう、なもう何と呼んでとかもないんですか。あまり希望はないです。偏見だけで決めていただきたいんですね。エスパニョールでええか、あいつね、一番いい、それはいいんや、エスパニョールさんでよろしいですか。はい、ショートカットエスパニョール、はい、じゃあそうしようか、まあそれでですよ、うん、はい、企画、うん、はい、はい、持ってきてくれたんですね、はい、頑張って持ってきたので、はい、お伝えさせていただきます、はいはいはい、さらばさんのお二人なんですけど、うん、今やもう令和を代表するスターになられてると思っております。いやいやそんなわけはないですけど、はい、はい、まあ、今後多分いろんな女性、はい、こっちの謙遜をそのまま肯定してましたけど、まあまあ言うとかないんやろな、いいです、それ別にいいですけどね、はいはい、うん、何、まあ、今後なんかいろんな多分女性の関係性とかも出てくると思うんですよ、うん、まあまあまあ今後というかもうね、以前も出ましたからね、まあ何を、女性問題は常につきまとってはいますよ、そういうこと、うん、何、でまあそういった今後のまあ対策だとか、うん、まあ、ご自分のその人生を豊かにするという意味で、街角にいる女性がティーバッグを履いている、うん、っていうのが分かれば、うん、ちょっと豊かになったりとか、何が、何が豊かになる、そんな展開やな、人生が、人生が豊かになって、歩いてる街行く人がティーバッグを履いてるかどうかが分かるようになれば、もっと人生楽しめるかもしれないと、豊かになるだろうし、女性関係においても抑止力になるだろうなと、どういう抑止力になるの、そのティーバッグを履いてる女性には近づかない方がいいという抑止力なのか、素性が分かる能力を身につけていただく、この人はこういうことを挟んでるみたいなこと、ティーバッグ履いてるイコール別に悪い女性じゃないじゃないですか。そうですそうです。うん、なので単純に、うん、まあその分析できるアナリティクスの能力をつけていただきたい。アナリティクス難しい。エスパニョール。アナリティクスとかのたまに見るやつ。アナリティクス。意味なんですか。分析能力。分析。うんうん、つけていただいて。なるほど。まあなんか、はいはい、うん、観察力とかですね。そうです、その通りです。うんうん、なんでそのティーバッグかどうかというところに。うんうん、着眼点がそうね、いったんですか、うん、まあ、女性が一番秘密にしている秘部なところって下着だと思うんですよ。まあまあまあ見せたくはないよな。それをじゃあティーバッグを履いてる女性のそのパーソナルな部分って何なんですか、うん、その履いてる理由とかっていうのは、うん、ティーバッグを履いてる方っていうのはすごい多分全身ケアを行き届いてるんですよね。理想とする自分があったりだとか、多分芯があったりだとか、うん、そういう方が多い。芯があるの、ティーバッグの芯のある人はティーバッグ、そうですね、この部分の芯やな、まあ、ここの芯やこうのじゃん、それが芯、芯やね、これがな、これ芯な、ティーの部分のここが芯や、知らんかった芯があるな、俺、そうなの、俺イニシャル哲也やからさ、ティー書くとき芯あるやん、芯あるやん、新海さん、ああそう、それがはっきりしてある、うん、芯がある人、そうだと思います、自分を持っていると、へえ、おうおうおう、へえ、まあへえ言うたな、急にへえ下に入りましたね、そんな感じで、そういうこと、ちなみにですけど、声をかけていた女性は、うん、あのティーバッグだと面白い声をかけていた、そういうこと、そう、私が思う人に声をかけました、あ、じゃああなたはティーバッグかどうかを見極める能力は割とあるってことですか、あると思ってます、おー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 おお、ちなみに私は履く方です、うん、あら来たキャバクラになりました、ね、ちょっと今キャバクラタイムを楽しんでください、ね、いやいや、どっちだと思いますか、はい、いや今日も履いてるでしょティーバッグ、そうですね、履いてきました、白、おお、なんなんこれマジで、おい、おい、もう時間帯下がるってまた、おいこれ以上ないよ、やめろってこれ以上ないね、まず袋さんはティーバッグ履いてるかどうかが分かったんですか、いやいや、このたたずまいやし、でまあそのスカートワンピース履いてるってことは、うん、あんまり多分そのラインは目立たない方がいいってなると、うん、ティーバッグ履いてるやろうなっていうのと、うん、あんまり色が濃い、結構物理的なとこからいくんですね、そうよ、そう、芯とかじゃなくて、いやいや、芯はそもそもあるやん、こんな子は、うん、で多分今日色合い的にあんまり派手なやつを着ると、うん、ちょっと透けちゃうかなっていうのもあるから、うん、薄い色かなで白と思いましたね、いや別にさ、ティーじゃなくてもうん、透けないと思いますけどね、でもなぜじゃあ、え、こんな白合ってるんですか、白じゃないです、ないんかい
キャバ嬢やセラじゃないです。ないんかいな、うん、今のでも分析的にはどうなんですか。あでもさすがだと思いますその傾向的には合ってるかもしれない、ね、割と手前の分析やろだいたいそうやろまあまあちょっと勉強させてもらおうじゃあそれを、うんはいうん、じゃあこれはスタンバイがそうですね、はい、スタンバイがあるので少々お待ちいただいてよろしいですか、はいはいお願いします。すごい確かに今までにはないタイプの D ですね。本当にめっちゃ喋るもん。すごいね。こっちが聞かんでもめっちゃ喋るもん。なんで打ち合わせをさ、うん、鍋が打ち合わせるのは分かるけど、うん、打ち合わせ後に飯行くのがおかしい。どうした？私が誘っちゃいました。いや何それ。やばいねマジで。フラがついていってるよ。打ち合わせで、うん、最後までネタが決まらなかったんですよ。うん、でも飯は行かんでいいやそうやな。毎回行ってるんですか飯。行ってないです行ってないです。あれ加藤行った？加藤飯行った？行ってないな。加藤行ってない。ちょっと3人で出たけども。遠藤行った飯行ってない。行ってないよね。帰っちゃってな途中でな、うん、帰っちゃいました。加藤遠藤と幾分の飯代をここに貯めてたんや何はあると踏んで、うん、あると踏んで、でだって企画の話したもんね全然ね、いろんな話しましたねはいはいはい、もう手玉に取られてんねやもうこんなもんそれでディレクター違う違う、だってランチをランチ行きましょうって言ってきて、うん、いやまた加藤さんの打ち合わせ終わってないっつってから、うん、厳しいですという話、うん、連絡先交換しなそう、だから毎回 LINE 交換するじゃないですか、その打ち合わせするというか、ね、毎回するのね、それは絶対毎回、どの D でもする、浜君ともしたし、全員と個別にしてたけど、そうそうそうした、遠藤したしたい、それで飯とか誘われたりするおい、ヨネジとカツジが怒ってるぞ。何がヨネジカツジ。あるやん。で、メシをご飯行きましょうって言ってきてないんでね。まだ加藤さんと打ち合わせやってる時に、何に説明してるか喋るやん。今回めっちゃ喋るやんみんな。まだまだかかるって、まだまだかかるよっつったら、あの待ってますって言うから、あじゃあ歩道橋で待ってるねってライン。またそれデートっぽいな。そんな。いや無理よ。それまず知らなかった。いやいやいや。なんすか。いやいつも打ち合わせ一緒にするんですけど、その日だけ僕行けなくて、だからそういうのを裏でやってらっしゃるんです。君、はい、この組織におらん方がええと思う。内部から崩壊する。そう、君みたいなやつ一人おるだけで崩壊するから。やめてくれ。この人もね。え？一緒におったよね。で。メシの話になってたの知ってるよね。もうええで行くで。スタンバイできたから。誰が今どういう矢印なの？全員がこう。全員がこう。一人一個ずつボタン外してる。急になんかほんま下世話な番組になったわ。勝負の回ですよ。勝負の回ですよね。いやいや東袋とデビュー作。はい、大変お待たせいたしました、はい、今回ですね私待ったよ結構やっぱりいろいろ一悶着あったからなまあまあそれは YouTube 見てもらったな何、うん、ほんまなんでベッシー行ったそれありにせんといていやありにするやろそれは当たり前やろ絶対に一番盛り上がってるやないか今日はいごめんなさい、はい、どうぞ、はい、で今回ですね、街頭でティーバッグを履いてそうな女性5組に声をかけてきました、うん、この中に正解が混じっております。それを当てる。その通りです。その中でですね、うん、お二人に、うん、まあその正解数が少なかった方、うんうん、罰ゲームをご用意しております。ほう、何ですか。まあ、女性ファンの多い東袋さんにはもうとっておきなんじゃないかなと思うんですけれども、全力でキス顔をしていただきます。あら、キス顔。あ、そのキス顔をサムネとかにしたら回るんじゃないかなと、はい、おっしゃる通りです。あら、いいですね。今回のサムネはホフト。え、今回のサムネは鍋ちゃん。そうね、鍋ちゃんの顔の横に告発。何かあったんだな、もうは急にね、はい、まあでも確かに女性 D じゃないとなかなか聞きにくいですもんね、うん、これはね、はい、はいはい、え、これ俺が負けたらどうなんの。全力でキス顔です、はい、あ、俺もキス顔ない、はい、あ、はい、で、どっちが負けてほしいのそれは。え、もうもちろん東袋さんに負けていただきたいんですけど、なんでなん、なんでなん、それ袋のやっぱなんかキス顔を想定した時に、うん、なんかどっちがサムネ映えしそうかなって考えるの。いや、分からんでしょ、それはサムネにしてみないと。俺がもしかしたらサムネ映えする可能性もあるじゃないですか。楽しみにしております。何やこれ。
こっちからぶった切られるからね。はい、噛み合わんな、お前のターン終わりやから。すごいね。俺はお前とかの方が好きやから。さあ楽しみだこれね、はい、1本目お流ししてもよろしいですか。わかりました。いいですよ、はい、銀座似合うね、やっぱりエスパニョールは。ダメだ、同伴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 で、これ自分が映る必要はあるのかな。その辺にちょっと自己顕示欲が見え隠れする。8丁目のドンホールです。やっぱりここ銀座じゃない、普通ね、カメラ回してる方やからね。で、24時間下着が買える場所ってもうあそこのドンキ8丁目のドンキしかないわけよ。うん、ないわけ。怖っ、言い方怖っ。急に用意した感じの女性になっちゃうからさ、うん、ちょっとある種企画とは外れちゃうんじゃない。え、でもさ、ティーバッグを履きたいという女の子がきつい思いを同期やっぱ急着攻撃。彼氏と言ってんの。あ、そのティーバッグへの思いがドンキに集まってるの。集まってる、絶対に。おい、どういう2人やねん、まず。何やろ、これ。ここの2人。すいません、少しお話を伺いしたいんですけれども、テレビの中のもので、お名前はとか。あら、顔出し OK の。あ、本名出さなくていい。ありがとうございます。ニックネームとか。おー、いけた、一発目からいけた、さすが。それではお名前からお伺いしてよろしいですか。はい、あ、青って言います。青さん、今日どちらからいらっしゃったんですか。あ、今日は普通に会社帰りフラフラしてました。好きな男性のタイプとかありますか。あ、身長高い人が好きです。わー、愛されへん、はい、身長高い人が180ぐらいがいいですか。あー、そしたら最高ですね。あ、なるほど、なんだこいつらの会話は。彼氏さんって今いらっしゃいますか。いないんですよ、募集中です。ありがとうございます。男性を選ぶ時のポイントとかありますか。ポイント、お酒が飲めるかどうか。お酒好きなんですか。お酒好きなんです。あ、一番好きなお酒はハイボールです。あ、どれぐらい飲みます。ノリはいいよね。10時から飲み始めたとしたら、10時だったら、つまんなかったら12時には帰ります。つまんなかったら帰るって言えるタイプ。全然言えます。あ、はい、なるほど、はい、あの、例えば下着なんですけど、勝負下着の色とかって何かあったりしますか。色ですか、はい、でもブランにあんま派手じゃない色とかですかね。あ、そうなんですね、はい、ちょっと若干成人に思われたいんで、あえて履かないです。あー、なるほど、はい、小出しにするスタイル。成人に思われたい。今回の企画の趣旨なんですけれども、街中で見かけた綺麗な女性はもしかしたらティーバッグを履いているんじゃないかっていうのが趣旨になっておりまして、はいはい、あ、そういう風にしたいな。お姉さんって今日履いてる下着はティーバッグだったり。はー、あー、あー、なるほど、まあね、はい、はい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 、はい、こちらの VTR を見ていただいて、うん、いかがでしたか。いや、お綺麗な方で、うん、そうですね、ね、うん、まあ、うん、でも結構ヒントはあったんじゃない、うんうん、なんか話合う感じはしましたね、うん、すごい話しやすかったですね。なんかわかります。ただなんかお互いにプライドも出し合ってたなって思いました。あんまりインタビューなんとなくですけどね、なんとなくですけど、はい、負けない予感は出てたなっていう、ね、恋愛知ってますよっていうのはね、ありましたけども、お互いの言うちょっとこう派手な情報に対してはいはいはいみたいな感じがこうプライドは見えてたなっていう感じは、新しいインタビューです、はいはい、動じないっすよそれではみたいなね。まあ、その VTR で流れてない補足情報をちょっとご説明させていただきたいんですけど、うんうん、なる、全然全然動じてない。いや、そこにそこにあんねん、そんなとこをつついてくるなと。そこにあんねんやろ。はいはいはい、何でしょう、彼女ですね、うん、私が声をかける前に取っていた行動があります。それがですね、街を歩きながら踊っていました。ほう、はい、何それ。こういう感じで、へー、一人一人で声をかけろと言わんばかりに、はい、いやいやいや、もう、声をかけてほしそうな感じが、まあ、そうですね、割と目立ってたので、その取材する時からその段階で踊ってたので、そういう女性であると。寄ってたってことですか。ちょっとお酒飲んでたよね。寄ってないのこれ。でも踊ってたんですか。 あなたが一緒に行ったんですか。だ、どういう関係なんですか、あなた方。同じ会社の同期。同期なんですね。どう思ってるの。どう思ってエスパニョールのことは。エスパニョールは友達。エスパニョールショートガール。友達です。友達。はい、なんかそんな別に女性としては見てない。あんまり。あれ。なんかちょっと最初の方は入ってた時は意識はした。ちょっとは。うん、あるよね。綺麗だなと思います。綺麗だなと思うよね、うんうんうん。また登場人物が増えた。お名前、お名前よろしいですか。渡辺です。渡辺。おお、渡辺。渡辺。渡辺、渡辺、渡辺は落ちんねや。渡辺、渡辺、田村何
でも2人ともあだ名をつけさせていただいておりまして、あちらの渡辺さん作家のはユキポスです。ユキやから渡辺ユキやから。おいおい、そんなんつけてんの。ユキポスユキポスって呼ばしてんの。ユキやから渡辺ユキでユキポス。下の名前なんか知らんで。だいぶ付き合って 2,3 年経ったぐらいのあだ名よね。そうやな、ニコさんこう点々としてる。そうそうそう、ユッくんとか経てユッキー経て、もう3年ぐらいになったらユキポスってなるもんな。深いね。で、あっちはナベベです。ナベベ、まだナベベの方がね、まだね距離あるよね。そうそうそう、ちょっとユキポス、ユキピョスです。えピョスです。ユキピョスだよ。いやピョス、ユキポスがあって、はいはい、ユキピョスやもんね。編成もあるのね。ユキピョス、それ何の時に呼ぼうと思ったんですか。何の時に呼ぼうと思ったの。何の時、でもやっぱこう同じ名前が組織に2人いるってなるとやっぱ区別しづらいかなと思って。でもいいやんか、その鍋さんと鍋べとかでもいいじゃないですか、はい、なんでユキピョスなんですか。なんかやっぱオーラが明るいし花があるなと思ったので、なんかピョスピョスしてるなって。ピョス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 してる。でも女性は分かってくると思うんですよ。でもピョスピョスしてるよね。まあ、分かります。10年ぐらい前からもうそんな感じやった。それ何の時に呼ぼうって決めたの。その言ったの本人に。ご飯一緒に行かせていただきまして、その日にその日にホントにお昼ご飯食べただけど、その日にユキピョスってもうユキピョスにしようと思って、で言ったの本人に。以後連絡にはユキピョス兄貴とかつけてます。ユキピョス確かに、確かにあんまりちゃんと呼んでなかったけど、そのユキピョス兄さんっていうのが来てました、ユキピョス兄さん、ナベベ的にはユキピョス呼んでることに対してどうなの。それはナベベいいと思います。嫉妬はしない。嫉妬は特にはいいね。同じ渡辺として応援したいなと。あれ、じゃあもうでもユキピョス呼びや、もうユキピョス呼びや、今日からね。これもここで答えるんですか。そうです、これを答えていただいたのに一人ずつ、はいはい、ティーバックかどうかっていうのを出ます。あ、はいはい、これ一斉のでですか。一、人ずつ答えていただきたいんですけど。ああ、そうだ、せーのじゃない。せーのでいい、はい、せーのでいいですか。あれ、ユキピョス的にはせーのどっちがいいですか。打ち合わせしたんでしょ、そこね。エスエスパニョーラにはパニョピョスにはパニョピョス的にはまあ、あのユキピョスが言うので一斉のでで、一斉のでで、一斉のでで、せーの一緒に二人で歌えへん。せーのね、今俺らが一斉に言うから。せーの、せーの、履いてない。ちなみになんですけど、仕事終わりやしな、今日履いてる下着はティーバッグだったり。違うんです、そんなんなんですよ。そんなんありがとうございます。そうなんです、紹介して探してます。そんなに拍手いらんよ。履いてるか履いてないかだけで。ノーティーバッグ。ノーティーバッグです。ノーティーバッグ、はい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 。なんかやっぱり嫌なんじゃない、その仕事とかに集中したい方でしょうから、あんまりそこを色気づいて会社行くのとかも嫌なそうな感じ、ね、まあ、ギャップが彼女にはありますよね、はい、持ってんのかな、どうなんですかね。ティーバッグを、ティーバッグを今日履いてないだけで、それを聞いてない。持ってます。え、持ってます。あ、持ってるって言ってた。持ってるけど基本あまり履かないとしたら。あ、でも持ってはいんねや。はい、これは2人とも正解ですね。正解、はい、正解です、はいはいはい、ありがとうございます。はい、さあ続いて2本目流していただいていいですか、はい、こちらも銀座の VTR になっております。はい、平日ですね。平日ね、また綺麗そうやな。まあでも女性が声かけてるからほんまはね、あかんか、あの受けてもらいやすそうな。絶対履いてるとか言うな。綺麗だったわ、髪の毛までツヤツヤ。そうかそうか、予想してエスパニョールは行ってるもんね、うん。待ち合わせだから、多分デートの待ち合わせ中の女の子にそんな声かけるなんて野暮なこと僕はできないです。それはそうね。なんで急に一人称僕も。あ、アニメ好きやからね。いた、はい、すいません、今お時間ちょっといただいて、編集もおしゃれ、テレビ大阪の仕方ございますけれども、外見カフェを行っておりまして。あ、ご自身やられてる、はい、さらば青春の光さんというお笑い芸人の方に見せる VTR をさせていただきます。ちょっと5分ぐらいお時間いただけないですか。いやいや、ありがとうございます。大丈夫、
はじめまして、よろしくお願いいたします。お願いします。お二方なんですけど、あのお名前からお伺いしていいですか？ニックネームでも大丈夫です。リコです。リコさん。ベイブです。ベイブさん。ベイブ。そう、本日どちらからいらっしゃったんですか？東京です。あ、東京。お二方とも、はい、関係はどんな関係？あ、最寄り駅一緒です。え、どんな関係？友達とは一緒です。お二人とも今彼氏さんとかいらっしゃいますか？一応います。どんな彼氏さん？どんなおじさん。年上彼氏です。年上のことをおじさんっていうと思う。あれだもんね。もうそうなんですね。どれぐらい離れてらっしゃるんですか？どれぐらいだろう。15歳ぐらいです。もう私も22歳年上の彼と付き合ってました。いいよ、別にそんな情報。取材したいですよ。私の情報。もし申し訳ないと彼が見たら何と言いそうですか？全然大丈夫です。本当に優しい方なんですよ。おじさんのいいところですよね。社長でしょうね、多分この銀座歩いてるってことは。仕事をされてるおじさん。最近行った一番大きなわがままとかありますか？もう絶対あるじゃん。電気バリブラシ買って。だーだって15万ぐらいしますよ。肌のやつか。15万。で、続いての質問なんですけど、次から少しセクシャリティな部分になるので、嫌だったらパスでって言ってくれて結構ですので。セクシーよくない？ご経験人数とか。あ、いいの？経験人数ですか？いいの？彼氏一人です。ずっと好きなんですね。本当に大好きです。お姉さんの経験人数は何名？両手ぐらいです。あ、かわいい。まあ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 、そうですか。クリアルな勝負下着の色とかありますか？あ、色っていう素材とかの方が気にします。どんな素材が？でもそうなるとやな。透けてるとか。透けてるとか。透けてる。透けてるとなると面積がなんかどうせ流されちゃうから。なんだそれは。なんだおい。脱がされちゃうからこだわりはない。見てないですね。おじさんはあんま見てないです。ああ、なるほど。下着なんて見ないから。若い男性の方が見そう。そうですよね。で、今回のその企画の趣旨なんですけれども、ティーバッグを履いてそうな綺麗な女性を探そうという企画になっておりまして、まあそのお二方、今日の下着とか着ちゃってもいいですか？むずいね。結構難しいんじゃないかなと思うんで。二人組やもんね。はいはいはい。これはじゃあ、どういう答え方したらいいですか？まあでも、AV 撮ってくるやんか。ありがとうございます。いいよね。あ、いいよね。EV やわ。めっちゃ嬉しい。これ補足情報があるんですか？はい、補足情報があるんですけれども、男性を落とすテクニックをお二人にお伺いしたところ、まあ、ベーブさん、勝手に落ちてくれる。へー、一人やろ。一人や。勝手に落ちた。勝手に落ちた。一人やろ。一分の100倍やからな。純愛極めし仕様ですね。で、右側のリコさん、こまめに連絡を取ることが大事。特におじさん。おじさんはそうなんや。おじさん好きそうやもんね。あまりそうやもん。なるほど。くらいの補足情報しかないのですが、はいはい、これは何、履いてるは、はい、両方履いてる、両方履いてない、はい、こっちが履いてる、こっちが履いてない、両方は両方です。対象はじゃあ一人が履いてても意味ないってこと、はい、それは履いてないになるってこと？この二人の場合は、両方が履いてますし両方が履いてないという、あ、どっちかじゃないんやな。そのほう、なるほど。あ、もう二択にしてくれてんねや。うわ、そうだ。しなんや。じゃあ、はい、お前なんぼほど V 撮ってきたよ、これ。めっちゃ撮りました。そうだ。はい。ほー。うわー。むずいな。むずいな。めっちゃ難しいですよね。行くか。いいですか。じゃあ一斉のでユキピョス言いましょう。そのユキピョスタイム入るのやめてくれへん、毎回。はい。せーの。吐いてる。おお、また被りましたよ、これ。なるほど。どの辺でそう思われたんですか？なんか俺はこのリコさんがこの今マスクしてる状態が、もうあるんかもしれないですけど、ちょっと地味そうに見えるじゃないですか、なんとなく。でもなんかこういう地味な人こそなんか結構履いてるなっていう率があるんじゃないかなっていうのがあるので、そうだね、履いてるんじゃないかなっていう。確かに俺もリコさんの方が履いてるやろうなと思ってたよ、最初は。で、まあ言っても二人ともその透けてるのが履いてるとか、そんなことを言ってたんで、あんま面積はないんやったらティーバッグ履いてるんだってことですね。すごいね、あなたの分析。気持ち悪い分析。まあそのお二方、今日の下着とか着ちゃってもいいですか？ティーバッグ履いたことない。私なんか
お腹すっぽりが好きです。お腹すっぽりが好きみたいです。すっぽりって何？ここまで入ってるやつですね。一度くらい行くって言ってたさっき。あーそう、ノーティーバー、それの透けてるやつ分からへんな。うわー難しいね。そうなんですよ、制作陣もリコさんの方を履いてるって、まあ、男性は結構なんかちょっと履いてそうな感じがするんだよ。おしゃれしてるしね、むっつりというか、むっつりって、うん、むっつり感があるんだよね。意外にっていうのは思ったんですけども、うんうん、違う、二人とも履いてたこと、履いたことがない、うん、履いたことがないみたいな。いやむずいね、はい、それどうなん、女性的に多いんですか、履いたことない人も。でもやっぱ二極化しそうですよね。よく履く人はめっちゃ履くでしょうし、履かない人は履かないと思います。履かない、うんうんうん、うわーちょっとわからなかったな、はい、わからんね。ちなみに加藤さん、なんで急に振ったこんな女が、女が女にセクハラすることあるの、こんな。いやいや、それはね、まあ、俺らは絶対聞かれへんから、女性陣の、まあ、ありがたいけどなんやろ気になりませんか、聞かれてる。いや俺は履かへんと思う。おお、うん、いや、カート、そんな答えんでええよ、別にそんな履かないで、履かへんやろな、履かへん、履かへんな、うん、赤赤変やろなっていうのも俺もどうかと思うけどさ、うん、今日はもう差し合いやもん、うん、今日は、ね、せーの、履いてる。今履いてる下着はティーバッグではです。